どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2018年5月27日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの感想から参りましょう。第16話、仲間だからこそ、2018年5月27日分の放送でございます。圭一郎くんたちはギャングラーの金庫の残骸を調べておりました。一方、カイリくんたちはギャングラーの怪人であるマンタを発見し、早速ルパンレンジャーに変身して立ち向かいます。しかし、マンタの入れ替わり能力に苦戦してしまいます。さらにマンタとトーマくんが入れ替わってしまい、パトレンジャーがやってきて、それに驚いたマンタはトーマくんの体で逃げてしまいます。その後、マンタはトーマくんの体を使って女性にモテることの嬉しさを知ります。一方、マンタの体になってしまったトーマくんはカイリくんたちと共に一度お店に戻ることに。そんな中、ケイチロウくんたちがやってきてマンタの体を隠します。しかし、司ちゃんに怪しまれてしまいますが、なんとかバレずに済みました。その後、カイリくんはトーマくんの体になっているマンタを見つけます。元に戻してほしいと交渉しますが、断られてしまい、マンタはカイリくんを殴った後立ち去ります。その後の夜、トーマくんとカイリくんはとある決意をします。それはトーマくんの体ごとマンタを倒すことです。翌日、カイリくんたちは再びマンタを見つけ、カイリくんはルパンレッドに変身し、マンタはトーマくんの体を使ってルパンブルーに変身します。カイリくんはマンタを追い詰め、トーマくんの体ごと攻撃しようとした瞬間、マンタの能力が発動し、トーマくんの魂とマンタの魂が元に戻ります。ちなみに、撃った銃弾はカイリくんの手に当たってしまいましたが、これでトーマくんは元に戻ることができました。カイリくんたちは再びルパンレンジャーに変身し、グッドストライカーを使って一撃ストライクを放ち、見事マンタを打ち倒します。ちなみに、ルパンコレクションはカイリくんたちが先に回収しております。しかし、ゴーシュが現れ、マンタは巨大化します。ここはルパンレンジャーがルパンカイザーで立ち向かいます。ルパンカイザーにサイクロンダイヤルファイターとシザーダイヤルファイターを使い、ルパンカイザーサイクロンナイトになりました。必殺である内の一枚フラッシュで見事マンタを打ち倒しました。その後、トーマくんはケイチロウくんたちにナンパ男として誤解されてしまいます。次回はケイチロウくんに恋する女の子のお話です。次回もお楽しみに。続いて、仮面ライダービルドの感想に参りましょう。第37話、究極のフェーズ、2018年5月27日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。エボルトはセント君を乗っ取り、仮面ライダーエボルラビットフォームに変身しました。リュウガ君はビルドドライバーで変身しようとしますが、変身することができません。どうやらリュウガ君の中にあるエボルトの遺伝子を全て奪われたみたいです。代わりにカスミ君がライダーに変身し立ち向かいますが、圧倒的強さにやられてしまいます。一方、ベルナージュはエボルトが研究所内に来るのを避けるため、研究所ごと別のところへワープさせてしまいます。その後、リュウガ君たちは玄徳さんに会いに行きます。そんな中、エボルトから連絡を受け、パンドラボックスを持ち現場へと向かいます。どうやらパンドラボックスを持ってきてもセント君は返してくれないそうです。そんな中、ワッシャオ兄弟が襲いかかってきます。カズミ君はライダーに変身し立ち向かう中、玄徳さんも助けにやってきます。しかし、エボルトは仮面ライダーエボルに変身し襲いかかってきます。3人が苦戦する中、リュウガ君はなんと生身でエボルトに立ち向かいます。エボルトからドラゴンエボルボトルを奪い、必死に立ち向かいます。ボロボロになりながら戦っていると、なんとドラゴンエボルボトルが覚醒し、青色から金色になります。リュウガ君はクローズドラゴンに覚醒したドラゴンエボルボトルをセットし、さらにビルドドライバーにセットすることにより、仮面ライダーグレートクローズに変身しました。戦いながらクローズマグマにもなり、3人でライダーキックをエボルトに向かって放ちますが、エボルトはエボルトリガーを使い3人のパワーを吸収し、エボルトリガーをエボルドライバーにセットすることにより仮面ライダーエボルブラックホールフォームに変身してしまいました。そんな中、セント君は元に戻ったかと思いきや、どうやらセント君の記憶は葛城さんの記憶に変わってしまったようです。今回はここまでになっております。次回もお楽しみに。続いて、ハグッとプリキュアの完成参りましょう。第17話、悲しみのノイズ、さよならルール、2018年5月27日分の放送でございます。では文章の方読んでいきましょう。クライアス社に連れて行かれたルール、ハリーはスパイをするために近づいてきたんだと言いますが、そうは思わない花たちはルールを探すことにします。そんな時、クライアス社に花たちとの思い出を消されたルールがパワードスーツで挑んできました。花たちはプリキュアに変身、ルールを説得しようと声をかけました。その気持ちが届いたのか、ルールはだんだんと花たちの記憶を思い出していきます。そしてプリキュアによってパワードスーツは壊れ、その中から記憶を取り戻したルールが現れました。でもルールは胸の痛みを訴えて苦しそうです。それは自分がみんなを騙してきたことを後悔していたからでした。自分に近づかないよう叫ぶルール、しかし QIL
ハナはルールに近づいてきます。そして自分は騙されていないと言いました。ハナの温かい言葉とハグタンの優しさに触れてルールは泣き出します。そして暗い明日と決別するとハナたちの元に帰ってきました。大喜びでルールを迎えるハナたち、胸に痛みを与えていたもの、それはルールの中に芽生えた心だったのです。こうしてみんなに笑顔が戻りましたが、その一部始終をエミルが見ていたのでした。ではここから感想の方へ行ってまいりたいと思います。前回のお話の引き続きとなっております。ルールちゃんはパップルさんに回収され、暗い圧車内で記憶を消されてしまいます。一方ハナちゃんたちはルールちゃんに関してハリーと疑心暗鬼になっていましたが、ハグタンのおかげで収まりました。その後ルールちゃんを探しに公園内へ行くと、そこにはルールちゃんがいました。ルールちゃんはパワードスーツを装着し、ハナちゃんたちに襲いかかってきます。ハナちゃんたちはプリキュアに変身し立ち向かいます。戦闘最中パップルさんがやってきて状況を説明してくれます。やはりルールちゃんの記憶を消したようです。ハナちゃんたちは必死にルールちゃんの攻撃を受け止めている最中に、突然ルールちゃんが苦しみ始めます。さらにルールちゃんのパワードスーツが外れます。ルールちゃんは近づかないでと言い風を起こします。サーヤちゃんとホマリちゃんでメロディーソードを使い、ハナちゃんをルールちゃんのところへ飛ばします。ルールちゃんとハナちゃんは拳を交えながら話し合います。そしてハナちゃんは再びルールちゃんに好きであると伝えます。そんな中ハグタンがやってきて、ルールちゃんをよしよしした後、ルールちゃんは泣いてしまいます。そしてルールちゃんはパップルさんに機械人形ではないことを伝え、パップルさんは逃げ出します。ルールちゃんと仲良くなった後、その後ろではエミルちゃんがこっそり覗いておりました。どうやらハナちゃんたちがプリキュアであることを知ってしまったみたいです。次回はルールちゃんとエミルちゃんに関するお話です。次回もお楽しみに。ということで今回これで以上です。ありがとうございました。デメさん、次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。